あなた様は。失礼。あまりお見かけしないお方でしたので。本日はどちらから？横浜？随分と遠い地でございます。ここはまほろばの里。横浜から遠い西の果て。長い長い旅をして来られたとお見受けします。見ての通り、ここは茶屋。旅の疲れを癒していかれると良いでしょう。私はクオン。この地で御霊の御子を務めています。どうぞお見知りおきください。よ。目覚めたか？体の調子はどうだ？あいにくこれでも立派な人間だ。森に倒れてたのを俺様が運んでやったんだ。感謝しろよ。お前、名前は？俺は時継ぐだ。よろしくな。博士がお前に用があるらしい。後で会いに行ってみな。丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。あれでも医者でな、お前を解放した。取って食われねえように気をつけろよ。誰だ？私の研究所に勝手に入るな。お前は？時継ぐに聞いてきたか。また余計なことを言っていないといいが、動き回れるようなら心配はないな。私は博士。知らん名だな。やはり里のものではないな。お前は里の近くの森に倒れていた。何か？横浜？一体何の話だ？何か事情がありそうだな。詳しく話してみろ。横浜で鬼と戦っていたはずが、気づいたらここにいたか。不可思議な話だな。他に覚えていることは？記憶がないのか。厄介だな。ここはまほろばの里。横浜からはるか西、出雲の国近くにある。直線距離で150里近い。やすやすと移動できる距離じゃない。それ以前に、横浜は10年前に放棄された。もうあそこに人など住まない。10年前の大曲時の戦だ。鬼に食い破られ異界に沈んだ。もしお前が横浜で戦っていたとすれば、それ。そいつの身元は分かったか？よう、また会ったな。どうした？二人ともしけた面してんな。どこぞのバカと違って悩み事が多くてな。なんだよ、随分機嫌悪いじゃねえか。いや、むしろ逆だ。興味深い話を聞いていたところだ。研究に値するかもしれん。どういうことだ？鬼の襲撃を知らせる警鐘だ。里の周辺は鬼の…心配するな。
結界がある以上簡単には侵入できない。待て、どこへ行くつもりだ。そうか、お前は物の符だったな。鬼と戦うつもりか。心意気は買うが、悪いがお前の装備品は処分した。ボロボロだったんでな。代わりに新しい武器をやろう。私が開発した鬼の手と一緒にな。鬼の手？なんだそりゃ。さっき完成した新型からくりだ。二人とも手を出せ。装着してやる。まだ実験段階だが。何？天才である私が作ったのだから。おいおい、あまり動くな。手元が狂う。本当に戦う気か？さっきまで倒れてたんだ。これでいいだろう。よし、よく似合ってるな。使い方は実地で教える。私の指示に従って使いこなせ。と言っても初の実証試験だ。お前、どさくさに紛れて俺たちを実験台にするつもりだな。あっはっは、面白い冗談だな、時継ぐ。ふざけんな、こんなもん。言っておくが、無理に外そうとするなよ。爆発するぞ。そんなもん人の手につく。いいから黙って私について。行くぞ、鬼を撃つ。危ないから来るな。そういえば言っていなかったな。私たちも物の符。行くぞ、鬼を撃つ。脳天に風穴開けてやる。二人とも用意はいいな。鬼の手の実証実験を始める。左手に意識を集中しろ。人の思念に呼応して想像を具現化する。それがからくり、鬼の手の力だ。巨大な手を頭に思い浮かべろ。それを現実の世界に実体化させるんだ。無茶言うな。その調子だ。いい塩梅だ。ほう、いいぞ。あっさり具現化の壁を越えたな。その手を使って鬼を倒せ。手始めにガキを平らげるぞ。信じられねえ、どうなってんだ。覚悟はいい。いい動きだ。横浜で戦っていたというのは本当らしい。俺に言わせりゃまだまだひよっこだがな。よし、ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。めんどくせえ。博士、助太刀します。紅月か、最高の助っ人だ。すまんな紅月だが、鬼の手の力は証明された。飢餓の戦力。鬼の手、その目で確かめろ。一気に勝負を決めるぞ。ヒダルは腹が弱点だ。
攻撃を集中して部位を破壊しろ。破壊した部位は爆発火状態になる。そこを狙えば本体に直接打撃を与えられる。いい動きです。あなたはそれがお見当てですか。一体どうやって。今は戦いに集中しなくては。お見事です。実証実験終了。二人ともご苦労。実験成功だ。悪鬼ヨウミは俺が撃つ。素晴らしい成果だ。やはり私は天才だな。どうだ二人とも、鬼の手は優れものだろ。びっくり人間にでもなった気分だぜ。どうなってんだこの装置は。原理はお前の体と同じだ。人の魂、思念を具現化して力に変える。もっともその力の根源が何なのかは私にもまだ解明できていないが。よくは分かりませんが、博士の研究の成果ということですね。そういうことだ。それよりお前、新たな御霊を宿したな。どういうわけだ。普通御霊は一つしか宿せないはずだが。そうか。鬼に食われた英雄の魂、御霊を奪還するのも私の目的の一つだ。後でお前の体を調べさせろ。御霊を複数宿せる理屈が知りたい。心配するな。バラバラにしたりはせんさ。ようやくこの絵のお出ましか。博士、ご協力感謝します。実験のついでにやっただけのことだ。どうやら本格的な襲撃ではなかったらしい。ガキが数匹逃げていくのを見た。念のため辺りを紹介しておくといいだろう。承知しています。あとは我々にお任せください。こちらのお方はあまりお見かけしませんが。外、まさか戸様では。私の助手だ。東の里から手伝いに来た。そうでしたか。それは遠路ご苦労。では我々は任務がありますので。紅月様もお体に気をつけて。ありがとう。周囲を調べろ。まだ鬼が残っているかもしれんぞ。私もそろそろ行きます。博士、私の協力が必要であればいつでも呼んでください。ああ、いつもすまんな。最後にあなたの名を伺ってもよいですか。覚えておきます。私は紅月。この里で物の符をしています。ではまた会いましょう。さすが紅月、誰かさんと違って優しいぜ。うるさいぞ。鬼は撃った。研究所に戻るぞ。何をしてる。早く来い。さっきの話の続きを聞き。
軍師供養。それがお前のいた隊の指揮官か。血濡れの鬼か。有名人だな。配下に精鋭を揃えてたって話だが、今じゃ生き残りを探すのも難しいぜ。ってなんだ、ジロジロ見てんじゃねえ。遠慮のねえやつだな。からくりと言ってな、私が研究している技術で作った。体の中に人の魂を封じてある。中身は立派な人間という。そういうことでよろしく頼むぜ。しかし横浜以前のことは本当に何も覚えていないのか。そうか、軍師供養に横浜。状況からしてそれは十中八九10年前の大曲時の戦だろう。10年前、世界中に鬼があふれ、人の世は半ば壊滅状態となった。我々は大曲時と呼んでいる。その際に北から押し寄せる鬼を迎え撃った最初の戦いが横浜防衛戦だ。つまりお前は10年の時間を飛び越えてここに来てしまったことになる。仮にそれが本当だとして、何だってそんなことが起こったんだ。鬼門に飲み込まれた者は時の迷子となって別の時間に流される。そういう話を昔聞いたことがある。お前が飲み込まれた空の穴はおそらく鬼の開いた鬼門だろう。鬼には時間の垣根がなく、過去、現在、未来を行き来するという。奴らが移動の際に開く鬼門はあらゆる時間に通じている可能性がある。わずかだがな、ここでは方向者と呼ばれているらしい。話がキテレツすぎてついてけねえや。似たような話は以前からある。かつて大陸の方で数百人の兵士が一度に失踪するという事件があった。夕餉を焚く火を残したまま兵士たちは忽然と姿を消していた。どこを探しても兵士は見つからず、人々は神隠しだと噂し合った。それから10年後、近くの村の広場にと調べると、彼は消えた兵士の一人で、10年前と全く同じ姿格好をして。解放され目覚めた彼は真っ先にこう言ったそうだ。自分の夕餉はどこだと。そりゃ浦島太郎もびっくりだ。遥か昔からこの世界には人知の及ばない何かが潜んでいるのさ。その何かと秘密裏に戦うのが我々モノノフだったが、その体はどうした。なんだ、どうなってる。これはね、え、私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにもいない。私がそれを知っている。私を信じろ。私がここにいるようにお前もここにいると信じろ。どうなってんだ。おい博士、何か知ってるなら説明しろ。私にも分からんことくらいあるさ。だがこいつは本来ここにいないはずの人間だ。この世界にとっては異物。それを弾こうとする力が働くのかもしれん。なんだそりゃ、また別の時間に流されるってのか。かもな。それは時間を超えた代償、呪いだ。そのままではどうなるかわからん。かといって元の時代に戻るのは不可能に近い。お前が所属していた隊もおそらく現存していない。横浜で戦ったモノノフは全滅した。生き残った者はほとんどいない。それでも過去との接点を求め失った記憶を探すならそれもいいだろう。だが過去ではなく未来を求めるなら、ここで私の助手として働く気はないか。お前はいつどこに流されるかわからない。だが
この世界との関わりを深めれば、あるいはそれを止められるかもしれん。取引だ。私はお前の呪いを解くのに手をかその代わり、お前は私の研究に協力しろ。お前が何者かは問わない。お前の意志がお前の全てだ。私の助手をしながら、この世界で生きてみろ。いい返事だ。やめとけ。骨の髄までしゃぶられるぞ。じゃあこいつが消えるまで放置するか。誰もそうは言ってねえ。決まりだな。今日からお前は私助手1号は時継ぐだ。仲良くしてやれ。誰が1号だ。たくどうなっても知らねえぞ。こいつは人をこき使う天才だ。好き勝手されねえように気をつけろよ。さっき目覚めた空き家を覚えてるか。あれをお前にやる。自宅明日から忙しくなる。今日はそこでゆっくり休め。ようこそ我がからくり研究所に。記憶をなくしたか。我が使い手よ。哀れな。それがお前の背負った宿命か。ならせめて私が記憶しよう。お前がこの先どう生きるか。願わくば今度は忘れるな。私は源の義経。お前が身に宿す英雄の一人。鬼打つ者のふと共に歩む者なり。おい、消えてねえだろうな。邪魔するぞ。無事みてえだな。よく眠れたか。早速だが、お前の体を考えるとあまり悠長にしてられん。まずは里の正式なものの符になる。呪いを解くには人と交わってこの世界との結びつきを持つことが必要だ。意味不明だな。とにかく里のお偉いさんに会いに行くぞ。普通はお頭に挨拶するが、この里のお頭は2年前に死んで以来空席だ。代わりに神垣の巫女が里を仕切ってる。つってもまだガキだ。実権は2人の討伐隊長が握ってる。近衛部隊と侍部隊、対立してる2つの討伐隊の隊長だ。ちょうどこれから謁見式だ。神垣の巫女のいる岩宿に行くぜ。人混みは好かん。ここから先は時継ぐと2人で行動しろ。私は鬼の手で後から合流する。後から合流ああそれと、岩宿に行く前に時継ぐに里を案内してもらえ。これから物の符になるんだ。使う施設ぐらい知っておけ。特に御霊の扱い方は念入りに聞いておけ。記憶がない以上一からやり直しだ。じゃあしっかりな。相変わらずの俺様野郎だな。まあそういうわけだ。里の探検と行こうぜ。